こんにちは、親父の家のジジイです。皆様のおかげをもちまして、本日100本目の動画の配信ができました。誠にありがとうございました。100本の中から私のお気に入りのベスト7を紹介させていただきます。ではまず第7位、CA に5円、おう佐藤紅茶。3、8円、1回休み、ペコちゃん。2、3へ戻る。動画でも一人ババ抜き、一人トントン相撲など挙げていますが、私は子供の頃から一人遊びが大好きでした。もう60年以上過ぎた今でも楽しくできました。では第6位です。レッツゴーレイ浮世でカッコ悪くても、選手を信じ声を枯らし、レッツゴーレイ変えてく、俺たちが変える、思いを届け君のもとへ。横浜 DeNA ベイサーズのライジングテーマを歌うでした。このテーマはベイサーズが大負けしているとき、球場のお客さんたちが一つになってこの歌を歌います。それを聞くとなぜか目頭が熱くなります。大負けしてもこの歌を歌えただけ、聞けただけで、それだけでもう満足しちゃっている自分がいます。第5位です。無敵を誇っていた松田 252i の負けた瞬間です。これはもう絶対私の持っているジョロ級では勝てないと思っていました。それが負けました。それがとっても印象的でした。第4位です。あなたの優しい指で私の髪を解いて、あなたのぬくもりを肌に感じたいの、あなたの胸に顔をうずめて泣いていたい、あなたの優しい言葉微笑み待ちながら。自分で作った歌詞に曲をつけたものを編曲して歌うシリーズです。この曲は私
踊っています。昔からリズム感がなくて、この程度、これでも2、3日練習して踊りました。いや、これを見て、歌を歌いながら歌っている人たちがどれほどすごいかということが分かりました。第3位です。これがコミックが置いてある部屋の全貌です。まだ整理されてない本がたくさん積まれています。この辺もまだ全然整理できていません。ここにもたくさん積まれています。本棚紹介のパート2でした。ここはコミックなどが置いてある部屋を紹介しています。整理をするのが苦手で、今でもこの状態が続いています。実は本当はもっとすごい場所があります。それが文庫本がたくさん詰まっている部屋です。それもいつかご紹介できたらなというふうに考えています。第2位です。ハロミョロネダレコンパニーオッタカパカウムデイラミンサビビラ、ラミンサビビモヒンガチャイラ、モヒンガチャイテハサチャイラ、オッケチャイテモヒンガサチンダラ、オッケサチンデアヤンサチンデ。ミャンマー語で人形劇をやってみたです。実は今年の4月にミャンマーの水かけ祭りに行くつもりでした。それもコロナの影響でダメになりました。ミャンマーの動画のストックもなくなりました。言葉が通じないということが分かりましたので、まあこのシリーズはしばらくお休みになると思います。そして歌も歌いました。ハロンティソントワドジンタクロジェトワラロジンサワデオタゲジンティマサム。この曲を覚えるのに数ヶ月もかかりました。実際にミャンマーに行った時にホテルやタクシーなどの中で歌いまくりました。聞いてくれるホテルのフロントやタクシーの運転手さんに迷惑をかけました。すいませんでした。では第1位に行く前に番外編です。どうぞ。それではいただきます。うわ。辛っ。もともと辛いものを食べるのが苦手で、実はこのシーンを撮ったのは3回目です。1回目はカメラが回っていませんでした。そして2回目に続けて
食べたら最後のところになって気持ち悪くなってしまい、台所に這いつくばるようにしていきました。そして口から鼻から噴水のようにカップ麺が出てきました。で、横になり息も絶え絶えなり、このまま死んじゃうんじゃないかなと思ったぐらい印象の深い作品です。それでは第1位です。これです。今年はアクティブな1年にしようと思い、1月6日にスカイダイビングに挑戦しました。とにかく高いところから、飛び降りる命がけ、怖いよりもその風圧の痛さに驚きました。もうとにかく痛い、顔中が痛いっていう感じで、ただパラシュートが開くとゆっくり風景を楽しむことができました。以上、私が100回配信した中のベスト7でした。今後は少しゆっくりめに配信をしていこうと考えています。それではまた。